サムさん、今日はですね、超運動会思考プロセスに関していってみたいと思います。皆さん、私立の超運動会、そして国公立の超運動会ですね。この2種類に実は分かれているんですね。つまり単語とか熟語とか文法の知識をこう総動員して解く問題と、しっかり内容を把握して考える問題、この2パターンですね、分かれておりますということです。で、どっちがどっちなんですかっていうと、まあもちろんそれは設問の指示とか選択肢見て分かることなんですが、まずは、皆さんの単語力とか熟語力、文法力ですね。それをまず一遍総動員してやってみようというふうな感じでスタートして、で、それで、解けたら、で、それで解けなかったら内容把握と割り切ってですね、スイッチを変えていただけるとよろしいかと。で、スイッチを変えると言われても、じゃあ何をするんですかということなんですが、ちょっと皆さん右側をご覧になっていただけるとよろしいかと思います。で、これはちょっと内容一致問題だと考えて、想定してですね、聞いていただきたい、いただけるとよろしいんですが、例えば本文中にこう書いてありました。で、選択肢こう1、2、3があって、で、本文の内容と合ってるものを、1、2、3の中から選んでくださいと。というような、問題ですね。で、皆さん、じゃあ、普段何してますか、どうしてますかって言われたら、彼の名前はやらちと書いてある。で、選択肢1、2、3見て、やらさんがあるじゃないか。ってことで、じゃあ正解は、3番だな。っていうふうに皆さん思うはずです。じゃあ、なぜ3番を選んだんですかっていうと、皆さんの思考プロセスですね。何が起こったんですかっていうと、ここにですね、やだっち、と書いてあるので、選択肢の3番と言ってることが同じだな。っていうふうに皆さんはおそらく判断するはずなんですね。ですから、皆さん結局、皆さん何してますかと言われたら、本文の内容と選択肢なんかを見比べてですね、結局は皆さん言い換え可能なものを探しているだけなんですね。ですから皆さん記号で言うとこういう感じでよろしいかと思います。ニアリーイコールですね。ですから、これは皆さん内容一致問題だろうと、空小重問題だろうと、他の、設問形式ですね。たとえどんなものであったとしても、究極は皆さん言い換えを探してるんだ、というところでございますので、ですから、皆さんこの動画をご覧になる上でもですね、やっぱり言い換えというのは忘れてほしくないなという感じがいたします。ただし、この言い換えがですね、じゃあ、どっから見つかるんですか、っていうところが次の壁かなという感じがするんですけども、これも皆さん以前からお伝えしている通り、皆さん場所はある程度特定することができるんですね。で、そういう考え方を皆さん情報構造と呼んでおりまして、簡単に言うと正解のヒントは文章の後半にあることが非常に多いんですよ、という考え方が実は存在してるんですね。で、具体的には、文末焦点という名前が付けられております。文末に焦点当てられてますよ。大事なのは文末ですよ。というふうにも言い換えることができます。英語で言うと、エンドフォーカスと呼んでるんですが、とにかく皆さん、わかんなかったら皆さん、とにかく文章の後半をよく見てください。そうすると皆さん、ヒントが見つける可能性が高まりますからね。で、ただし、前半とかは全く考えなくていいんですかってなってしまいますし、もしくは、限りなく 100% に近づけるためには、もう少し細かいところまでですね、確認をしていただいた方がいいんじゃないかなというところで、以前からご紹介はさせていただいております。で、もちろんセンター試験、センター英語の長文読解の授業でもお伝えはしているんですが、B 動詞、一般動詞、助動詞、前置詞の右側をよく見てください。もしくは、否定語から右側をよく見てください。このあたりを皆さん見ていただけると、あれ答え出たのっていう確率が高まるんですね。ですから、先ほどのこの例で言うとですね、His name is Yadachi だったら、どのあたりがヒントですかって言われたら、これでございます。B 動詞の右側。B 動詞の右側。このあたりです。B 動詞の右側を見ていただけますと、やだっちと書いてある。で、
選択肢3番、お、ミスエラさんだってところで、あ、3番が正解だねというふうになってくるんですね。ですから、これを皆さん、各大学の過去問を使ってですね、実演をしていきたいと思いますので、なるべく皆さんが、ご自身の力で真似がしやすいようにですね、それを意識してですね、解説をいたして、していきますので、ですから、ひとまずこういう感じが人の前振りだと、大前提の知識だというところを皆さん今日はご理解いただけるとよろしいかと思います。では、今後ともよろしくお願いいたします。